アシュリー・バーティは、オーストラリア・イプスウィッチ出身の女子プロテニス選手、元クリケット選手。身長166センチメートル、体重62キログラム。これまでに WTA ツアーで、シングルス13勝、ダブルス11勝を挙げている。同胞のケ c シー・デラクアとペアを組み、4大大会すべての女子ダブルスで一度ずつ、準優勝した。自己最高ランキングは、 シングルス1位、ダブルス5位。グランドスラムにおいて、シングルスで2019年全仏オープン、2021年ウィンブルドンを制覇、ダブルスでは2018年全米オープンで優勝している。政府機関で働く、父親のロバートとレントゲン儀士の母親の元に生まれた。父親にはアボリジニの血が流れている。二人の姉がいる。幼少期は、 テニスの他にネットボールもプレーしていたが、女の子のスポーツであることと姉たちに勝てなかったことなどからテニスに絞った。4歳の時から西ブリスベンテニスセンターでジム・ジョイスに指導してもらうようになった。ジョイスは通常小さい子供のコーチになることはなかったが、彼女の距離感覚や集中力の高さを見て例外的に引き受けた。小さい頃は、 自宅の壁で何時間も壁当てをしていたという。9歳までは6歳の男の子と練習していたが、12歳には成人男子と練習するようになっていた。ナショナルアカデミーでは、15歳から元男子プロ選手のジェイソン・ストルテンバーグを主任コーチに迎え、ヨーロッパ遠征に多く出るようになり、17歳の時には1年のうちたった27日しか自宅に帰らなかったという。 2009年に13歳で ITF ジュニアサーキットに参戦。15歳の時、2011年ウィンブルドン選手権、ジュニア女子シングルスで優勝した。世界ジュニアランキングの最高位は単幅ともに2位。2010年に ITF25 キロの大会でプロデビュー。2012年から本格的にツアー大会への出場を始めたが、シングルスでは好成績を残せなかった。 ダブルスでは、k c デラクアと組み、2013年全豪オープン、2013年ウィンブルドン選手権、2013年全米オープンの3大会で決勝に進出して、いずれも準優勝者となった。しかし萌え尽き症候群となり、2014年全米オープン後にテニスから離れる、若い頃から試合のために旅をし続け、あまりにも忙しかった。 普通のティーンエイジャーの生活を送り、普通の経験をしたいと、ツアー離脱を表明。実際2015年にはテニスを離れ、クリケット選手としてプレーした。クリケットを本格的にプレーしたことはなかったが、団体競技であることや代表チームと対面したことで、興味を持ち、クラブチームのコーチに習いに行った。バーティは、最初から、能力の高さを見せていたいう。 ブリスベンの2020リーグに所属するローカルチームでプレーした。ここで活躍を見せて13試合に出場。グランドファイナルではチーム最多得点を記録している。このパフォーマンスによりビッグバッシュリーグに所属するブリスベンヒートと契約。12月のデビュー戦でチーム2番目の得点を決め、その後もレギュラーで出場した。翌年1月にリーグ終了。 クリケットのシーズンが終了した後2月に2016年から再びテニスに復帰することを発表。当初は ITF25 キロの大会のダブルスにのみ出場し、はじめの2ヶ月で5大会に出て復帰戦を含む3大会で優勝した。5月下旬に ITF50 キロの大会でシングルスにも復帰。6月のノッティンガムオープンで WTA ツアー復帰を果たした。 2017年全豪オープンでは主催者、推薦出場から、自己初のシングルス3回戦に進出した。2月のクアラルンプール大会では、予選から勝ち上がり、ツアー初の決勝進出。決勝では、日々の名を63、62で破り、シングルス初優勝を果たした。KC でラクアと組んだダブルスも優勝。大会後のランキングで92位となり、初めてトップ100。 入りを果たした。6月のバーミンガムクラシックでも決勝進出したが、ここは準優勝だった。ウエスタンサザンオープンでビーナス・ウィリアムズを破り、初のタイトップ10勝利を挙げた。全米オープンは3回戦まで進出。武漢オープンでは、当時世界ランク4位のカロリナ・プリスコバをはじめとするトップ10を3人倒して決勝に進出した。決勝は敗れたが、 これにより、WTA エリートトロフィー出場資格を得た。WTA エリートトロフィーでは、ラウンドロビンを突破して、ベスト4に入った。年始に271位だった世界ランキングは、最終的に17位まで急上昇した。また、KC デラクアと組んで出場した、全仏オープン女子ダブルスで準優勝したことで、 同選手とのペアで四大大会すべての女子ダブルスで一度ずつ準優勝を達成した。なお、デラクアが2018年4月に引退したため、以後は固定せずに様々な選手とペアを組んでいる。年始のシドニー国際で決勝進出して、最先の良いスタートを切った。全豪オープンは3回戦で大阪の海に敗れた。マイアミオープンのダブルスで、 ココバンダウェイと組んで優勝。BNL イタリア国際では、デミス・ウースと組んで制覇している。得意のグラスコートシーズン、ノッティンガムオープンでは、決勝で当時世界1位のジョアンナ・コンタを6から3、3から6、6から4で下し、ツアー2勝目を挙げた。8月のロジャーズカップでは、シングルスでベスト4入り、ダブルスでは優勝した。全米オープン。 シングルスでは4回戦で敗れたが、バンダウェイと組んだダブルスでは、第1から3シードを破る、快進撃で、グランドスラム初優勝を果たした。最終戦の WTA エリートトロフィーは、全勝優勝で、優秀の美を飾った。年始のシドニー国際で2年連続準優勝。続く、全豪オープンはベスト8入り。マイアミオープンでは、決勝で、 カロリナ・プリスコバに勝利してマンダトリー初優勝して大会後の世界ランキングでトップ10入りした BNL イタリア国際のダブルスにビクトリア・ザレンカと組んで出場しダブルス10勝目を挙げている全仏オープンは前哨戦を右腕の故障で欠場して迎えたが準決勝で17歳のアマンダ・アニシモバを破り初の決勝進出を決めると 決勝では19歳のマルケタ・ボンドローソバを6から1、6から3で下して4、大大会シングルス初優勝を果たした。次のバーミンガム大会でも優勝し、6月24日付のランキングで自身初のシングルス1位を記録した。ウィンブルドン選手権は4回戦進出。8月のウエスタンサザンオープンでベスト4。全米オープンはダブルスで2年連続決勝進出するも、 決勝では敗れた。チャイナオープンで決勝に進んだが、大阪な海に敗れて、準優勝だった。初出場となった WTA ファイナルズは2勝1敗で、ラウンドロビンを突破。準決勝で世界2位のプリスコバを破ると、決勝ではエリナスビトリナに6から4、6から3で勝利して初優勝を飾った。年間最終順位を1位で終えた。 全豪オープンは準々決勝で前年準優勝のペトラクビトバを破り、オーストラリア人選手として36年ぶりに同大会ベスト4入り。準決勝ではソフィア・ケニンに敗れた。3月より新型コロナウイルス感染症の流行のためツアーが中断に。8月に再開後も感染症への懸念から復帰することはなかった。約1年ぶりの実戦となった。 ヤラバレークラシックでガルビネムグルサを下して優勝しツアーに復帰した。全豪オープンはベスト8。3月のマイアミオープンでも強さを示し連覇を達成した。クレーシーズンにはポルシェテニスグランプリで単腹優勝を飾る。続くムチュアマドリードオープンは準優勝。BNL イタリア国際では準々決勝を右腕の痛みから途中棄権した。 大事をとってのことだったが、全仏オープンも左足の故障で2回戦を途中棄権する結果になった。ウィンブルドン選手権に直行したバーティは、世界女王らしい安定した試合運びを続け、前回大会で敗れた4回戦で、同年の全仏オープンを制したバルボラ・クレーチコバを破る。そこから準々決勝では、同胞アイラトムラノビッチを、 準決勝では2018年のチャンピオンであるアンゲリック・ケルバーを下して決勝へ進むとカロリナ・プリスコバとの決勝戦を6から3、6から7、6から3で制しグランドスラム2勝目ウィンブルドン初制覇となった東京オリンピックではシングルスに第1シードで参戦するも1回戦で世界48位のサラ・ソリベストルモにストレート負けを喫し まさかの初戦敗退となった。女子ダブルスはベスト8。それでも混合ダブルスで4強入りし、準決勝ではパブリチェンコはルブレフ組に敗れたが、3位決勝戦は相手のジョコビッチが棄権したため、銅メダルを獲得した。次のウエスタンサザンオープンでは、全仏王者のバルボラ・クレイチコバも含めた全員に、ストレート勝ちを収める強さで優勝した。 正確なフラットドライブのフォアハンドストロークやバックハンドのスライスなど様々な球種を混ぜながら相手を翻弄しネットプレイにつなげるのが非常にうまいオールラウンダー。低身長ながら多様なショットで活躍する様からマルチなヒンギスと比較されることもある。身長の割にサーブもうまく2019年にはサービスエース数で3位に入った。ネットプレーが好みでグランドスラムのダブルスで 全米オープンを制覇し、他三大会も、準優勝している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。